昭和時代後期から作刀されている、現代の白岩焼白岩焼は、秋田県仙北市角野岳町白岩で焼かれる陶器。秋田県最古の窯元であり、重ねかけされた褐色の鉄油と、青みの強い荒川油の対比に特徴がある。明治時代の小白岩焼白岩焼の陶素は、江戸時代の道の草間中村藩老人松本運七である。運七は、 大堀相馬魔焼の関係者であり、では秋田藩によって、鉱山の統制ルツボ政策のために招聘された技術者であった。藩の仕事の片ら開けようを志すも、諸事情でうまくいかず、敵地を求めるうちに、秋田藩の師範角野立の東、白岩に良質の塔土を発見する。角野立に仕える武士らの協力を得て、1771年、 秋田藩初の鎌元として、開けようした。運七のもとには、白岩の住人である、山手義三郎、千葉伝九郎、太郎女、菅原助左衛門の四人の弟子が集まった。白岩焼を、地場産業として庇護するとともに、技術の流出を防ぎたいという秋田藩の意向により、闘技については、親子の間でさえ、多言無用の制約書を交わした上での弟子入りであった。 特に一番弟子であった山手義三郎は後に京都に登り、上へ落焼きなどの技術を持ち帰り、その後の白岩焼き発展の基礎を作った。重要の増大とともに、最盛期には6つの窯に5000人の働き手を抱える一大用業地となり、窯の集まる山の斜面地域は白岩瀬戸山と呼ばれた。白岩焼きは製品の多種多様さに特徴があり、 秋田藩主や角野立上主の注文による、健常品、庶民の生活に治療品、特産品であった濁り酒の保存容器の鈴や亀など、御用用と民用を兼ねた生産体制であった。また、白岩焼の作品には、投稿の個人名を示す刻印が刻まれたものがあり、江戸期には、珍しい、個人作家として、自負の方がが見られる。それらの投稿の中には、 藩内のよそで独立して釜を持つ者が現れ、菅沢焼き、寺内焼き、大宮西洋、栗沢焼きなど、その後の秋田藩の養業に与えた影響は大きい。しかし、幕末から明治に至る時代の動乱と、廃藩地検で藩の庇護を失ったこと、藩外からの焼き物の流入による競争の激化により、追体期を迎える。廃釜する釜が続く中、 1896年の真昼山地震によりすべての窯が壊滅状態となり、わずかに復興した窯も1900年、窯の火を消した。白岩焼の復興の機運が訪れたのは、およそ70年後の昭和時代に入ってからである。江戸期の窯元の一人、渡辺寛左門の末裔であった渡辺砂は、大学在学中から白岩焼の築養を志していた。折から、 角の立は、白岩や木と共に、桜の皮を用いる木工芸、看馬細工でも知られており、その二つの研産品を訪ねて、民芸運動の提唱者、龍宗義と陶芸家であり、人間国宝の浜田昌司が度々同地を訪ねていた。1974年当時の秋田県知事、小畑雄二郎の依頼により、浜田昌司が白岩の土の糖度適正の検査を行う。 東土としての質の良さが判明し、助言を受けた渡辺素直は、翌1975年白岩に和平洋を築用白岩焼き復興を果たす。その後、素直は大学で同じ研究室に学んだ渡辺俊明と結婚、1993年には俊明による四室の上り窯が完成し、現在に至る。ありがとうございます。